佐々チャンネル。ちょっ、さあということで明日からクライマックスシリーズファーストステージがセリーグパリーグともに行われるということです。佐々木チャンネルいきますよ。ファーストステージね、えー、クライマックスシリーズを占うというところでデータからどちらのチームが優位性あるのか勝つのかというところを予想しながらね、皆さんにクライマックスシリーズの見方ねこう、楽しみ方っていうところをね伝えていきたいと思います。ということでまずは。 パリグからっていうところで、まあパリグはね、えー、最終戦までどうなるかわからない中で、ね、もう終盤に至ってはソフトバンクの4位の可能性もあったっていうところでね、まあなんとかソフトバンクが楽天との戦いを引き分けて、まあ踏ん張って、まあギリギリ3位ね、えー、ロッテも最後楽天に勝ってギリギリにね、 ロッテが用意もあったからね、そういったところでは、ロッテ対ソフトバンクのね、クライマックスシリーズファーストステージの戦いになりますけども、まあ、今シーズンね、両チームの戦い、12勝12敗1分けという形でね、どちらも5分というね、形でここまで来てます。でも、これね、ペイペイドームでやるのか、ゾゾマリンでやるのかというところで、大きく戦況に対してかなりのね、このウェイトを占めるデータが現れたっていうところでね、 最初に言いますけども、圧倒的に千葉ロッテマリーンズ有利というデータが出ておりますね。まずはということでね、ソートバンク今年ね、ホームで戦った場合35勝27敗と、貯金が8、逆にビジターで戦った場合25勝35敗3分けということで、借金10というところでビジターに弱いっていうところがね、特に出てます。その中でソートバンク、ゾゾマリンでの試合対ロッテ戦ね、 全体的には12勝12敗なんだけども、ゾゾマリンで戦うと、4勝8敗、1分けと、借金4。逆に言うと、ペイペイで戦うと、8勝4敗だったっていうところで、全く違う、このね、対戦成績になっているところ。ろまずこれがね、不安要素。その中で、えー、ソードバンクはね、このゾゾマリンに至っては、得点49点と、まあ、他のね、球場に、 で、試合するにあたっては、一番ゾゾマリンで得得点してる。これはね、ポジティブ要素。でも逆に、失点も51と、これもね、逆に一番多いというところで、ここネガティブ要素。その中で、ゾゾマリンでホームラン12本で、盗塁10個というところで、攻撃時はね、これ両方とも、えー、各パリーグのね、えー、主要球場の中では、一番ね、えー、打ってる、走ってるというところではトップ成績。でも逆に、防御率、ね、3.62、ゾゾマリンで、 これはね、えー、球場別で言うとワースト2。えー、そして批判で、飛安打121。支持球56。自責点46。これはワースト1位っていうところで、打撃陣はゾゾマリンではかなりいい活躍してるけども、投手陣がかなりゾゾマリンでは成績が振るってないっていうところでは、かなりネガティブ情報なんじゃないのかなっていうね。 でその中でね、じゃあ、千葉ロッテマリーンズどうなるのかと。ロッテはね、ホームで37勝24敗に分け、今シーズンね、貯金が13、ビジターは26勝35敗1分けということで、借金9、マリーンズもね、このホームゾゾマリンでの勝敗っていうところがね、かなり貯金がある、13もあるというところで、このね、ホームアドマンテージっていうのはこのクライマックスシリーズでもかなり有利に働くんじゃないのかなと。その中で、 対ソフトバンク打率2割5分6厘っていうのはね、対、えー、パリーグ相手に言うと2番目に打ってるね。アンダス221っていうのは、対パリーグの中でソフトバンク戦、ね、全パリーグの中で1番打ってるね。でも、防御率が3.61、こちらワースト1位ね。基本リーダー22、四死球90、自責点100、これ共に1位というところ、ろワースト1位っていうところで、マリーンズもソフトバンクに 一番打たれてる投手陣がっていうところで、ホークスもマリーンズも相手に対して投手陣が打たれてる、逆に打撃陣は打ってるっていうところのね、データが出て、これ打ち合いなのかどうなのかっていうところがね、えー、これでも打ち合いになってくるとちょっとマリーンズ弱いんじゃないのかなっていうね、ところもありますけどもね。 続いてはね、ちょっと打撃陣見ていきましょう。ソフトバンクのね、打撃陣、ね、二、えー、冠王にもなった、近藤ね、最終戦でホームラン打って見事、グッパってね、その中でホームラン打点と二冠王になりましたけども、近藤が対ロッテに対して2割7分なり、こちらパリーグの中でワースト2位。でも出塁率が4割3分12で2位、ね。で、OPS が937で2位というところで、 ヒットね、アンダーは出てないんだけども、出率っていうところが高くなってて、これはね、チャンスメーカーとしてはね、かなり大きなウェイトを持ってるのかなと。逆にマリーンズはね、フォアボールをね、怖がって攻めていけなかったらね、これかなりの出塁率を与えるから、これはね、どんどん攻めていくことがね、必要になってくるかなと。その中でね、ゾゾマリーンではね、2割6分8人と、打率を落としてる。まあ、このマリーンズの中ではね、対パリーグの中ではマリーンズ打ててないんだけども、 も、それよりも落としてる。で、出塁率はね、4割7分5厘と、逆にこっちは上がっていて、OPS も1.011。で、フォアボール15と。だからね、打率は落とすんだけど、出塁率 OPS はね、ゾゾマリンでやると跳ね上がるんだよね。で、四四級15。これはね、かなり多い。マリンズ投手陣がね、近藤にしっかり攻めきれたね。あとは近藤がしっかり見逃してるっていうね、ところもありますね。 でも逆にね、今度はね、ペイペイドームでは3割3分3厘、出力率4割6分3厘、OPS1.091 と、一、えと、ー、ゾゾマリンに比べるとめちゃくちゃ打ってるから、逆にね、ロっていた、ってとしたらマリンでね、えー、することのかなりのね、良さっていうのはありますね。次々て、柳田、対、ね、ロッテ戦3割3分3厘、出力率4割2厘、OPS927、で、ゾゾマリンではね、でも2割8分8厘、えー、出力率3割6分7厘、OPS が886ということで、 対ロッテ戦はね、柳田めちゃくちゃ打ってんだけども、ゾゾマリンに来ると若干成績を落とすっていうところで、ちょっとこれはね、不安材料。でね、やっぱこれね、シュートがね、鍵だっていうね、人も結構ね、ソードバンク多いけども、シュートは対ロッテに対して2割9分2厘。でもマリンではね、えー、2割7分8厘。若干落とすね。っていうところで、まあ、ここら辺どうなのかと。で、ミモリはね、2割7分4厘。でも逆にマリンでは3割4分2厘。だからね、ミモリがね、ちょっと注意だね。 ロッテとしたらね、このミモリね。ね。中村もね、対ロッテに対して3割2分2厘。で、マリンで3割6厘。だからね、打線においては、何気にミモリと中村をね、ちょっとロッテはね、注意した方がいいかなとね。で、まあ、柳谷にはね、打たれてるけど、マリンではやっぱりみんな成績を落としてるんでね。そういったところではこのミモリ、中村っていうところがね、要注意になってくるんじゃないのかなと。で、逆にね、マリンズ、対ソフトバンク。 中村、2割8人。全然打ってない。だから、ここ、俺はね、ロッテは中村がキーポイントになってくるんじゃないのかなと。まあ、このね、対戦成績2割8人というところが打てばね、結構ね、いいところで回ってきた。で、楽天戦のね、最終戦もね、いいところでのヒットも出たし、結構中村はね、いいところで回ってきたりね、大事なところで回ってくるから、そこで1本出るか、一発出るかどうかってね、かなりロッテに対しては、これね、勝つためには大きなウェイトを占めてるんじゃないのかなと。で、続いてね、ポランコ。 対ソフトバンクね、3割3厘、ホームラン6本、OPS1.016。で、角中がね、対ソフトバンク3割5分7厘、OPS1.049。ね。この二人が対ソフトバンクめちゃくちゃ打ってるからね、ま、間違いなく出てくるんじゃないのかなと。で、何気に打ってるのがね、藤岡、2割9分8厘。で、山口はね、2割9分4厘、ホームラン3本。で、OPS がね、888。これはね、パリーグの中でトップ。ね。で、えー、何気にね、和田康四郎。これシュート対和田のね、 足の戦いにもなるけども、和田がね、15打数6安打、対ソフトバンク4割、ホームラン2本、OPS1.267。この和田がね、まあ、15打数6安打からね、打席数そんな多くないけど、それでも15の6だからね、めちゃくちゃ打ってるっていうことを考えたら、 思い切って和田すためにでも面白いけど、まあ途中からのね、和田の盗塁で1点取りに行くっていうところもね、大事になってくるだけでね、ちょっと和田の起用法がね、ポイントかなと。あと中村の雰囲気。でも結構ね、打撃陣で言えばね、マリーンズもね、ソードバンクに対して引きを取らないぐらい、これ対戦成績で言えばね、いい形に残してるからね。 これはね、ちょっとね、マリンズちょっと頻度だけどね、打撃陣期待できるところでもあるんじゃないのかなと。そして続いて、投手陣ね。ちょっとあの、なんかニュースで出てたんだけど、開幕戦、スチュワートジュニアで行くっていうね、ところのニュースが出てたんだけども、スチュワートジュニアはね、今年マリンズ戦2戦投げて0勝2敗。で、対ロッテ戦防御率7.20。ね。で、有原は、で、2戦目が有原っていうね。で、有原が3戦投げて防御率2.11。ね。で、3勝0敗。 でも、マリンでは1試合しか投げてないんだけど、防御率が4.26っていうところでね、まあ、ここどうなのかっていうところで、ちょっとね、先発投手陣はちょっとソフトバンク不安かなっていうね、えー、ところはあります。で、まあ、マリーンズは、小島がね、 投げちゃったからねっていうところでは、まあ多分西野メルセデスじゃないのかなって予想しますけど、まあね、もうそうすると多分予告先発出るからね、そこで見たいんですけども、まあ西野はね、対ソフトバンク防御率1.80で3試合に先発して2勝1敗で、ね、しかし3試合ともクオリティスタートを残してるっていうところでは相性いい。メルセデスね、対ソフトバンク4.02ね、3試合投げて1勝1敗というところでちょっと打たれてるっていうところで、いや、まあ西野がね、いいところでまあ初戦勝てればね、 マリーンズの機運は高、ね、高まっていくんじゃないのかなっていうところでね。まあ、これね、全体のね、このね、今まではね、個人の成績とかね、ちょっとチームごとの成績見てましたけど、まあ、一年間通してで言うとね、やっぱりね、ソフトバンクのやっぱり弱点っていうところは、やっぱ今年はね、先発投手陣、先発防御率が3.63と、えー、パリーグワースト2位っていうね、えー、ところになってる。でも防御 リリーフの防御率が2.68とえパリーグで一番いいんだよね。そう考えるとソフトバンクが勝っていくためには先発がね、5回ね、まあ、2失点ぐらいでね、完璧に投げれるかどうかで。そこからね、リリーフに渡してリリーフがね、まあ、この筋通りの活躍できるかっていうところがポイントだから、まあ、ソフトバンクはね、先発が崩れないことだね。こうすることによって正気をね、えー、見出せるんで、しっかりね、先発がね、えー、抑えれるかどうか。だからスチュワート、有、えー、リハラ、 まあ大関とかもね、和田もね、いるからね。そこら辺で、まあ石川もいるしね。そこら辺が先発してきたときに、試合を作って6回ぐらいまでね、2失点ぐらいロースコアの展開で持ち込めたらね、だ、自慢の打撃陣でパンパンっていけるからね。先発の出来次第だね。もうこの、特にファーストステージは。でもね、先ほど言ったようにね、ロッテ、ロッテ陣がね、対ソフトバンクね、結構ね、個人的に言えばチーム打率ね、えー、チーム打率は個人的なね、 対戦打率がいいからね、まあ、そこら辺がどうなるのかなっていうね、強力なリリーフ陣持っていければっていうね、なんといってもソウルマン、今年ね、効率リスタートが38.46%っていうところで、ね、パ・リーグで一番ク率リィスタートしてないんだよ、だからどれだけね、救援にね、えー、頼ってるかっていうところもね、えー、出てるし、フォアボールー数もね、438個、四死球入れたら50個、500個出してるだよ、四死球。ね めちゃくちゃ多いからね、えー、ロッテよりね、50ぐらいはね、多くなってるから、そういったところではね、先ほども言ったようにね、 あの、支持球の数がマリンでは多いからね。ここら辺ね、フォアボールを出さないように戦っていけるかどうかっていうところが、ソフトバンクとしてはポイントだね。で、マリンズ的に言うとね、全体的にね、もういい数字がないのよ。チーム防御率はね、3.40でパリーグワースト2。先発は3.43でパリーグ4位。で、救援防御率が3.35でパリーグワースト1位だからね。だからま、ここはもうね、マリンズは先発が頑張るのはもちろんなんだけども、 ソフトバンクの先発投手を打ち崩せれるかどうかだね。ここを打ち崩して、前半にしっかり得点を取って、そのまま逃げ切っていくっていうところができるかどうか。ロッテはね、やっぱ、バンドの数が、ギダが多い。でギダ成功率もね、えー、高いのよ。そういったところではもうね、1点ずつ、1点ずつしっかりね、取っていって、で、最後ババババーっていくのはいいけど、1点ずつしっかり取っていって、ミスなく戦う。 これがね、大事になってくるっていうところでは、ま、トータルの数字で見れば、やっぱりね、ソフトバンクは、ゾゾマリンに対しての数字が、ちょっといい数字が出てきてないから、ちょっと部が悪いんじゃないのかなっていうね。ただ、ソフトバンクが勝つためには、先発が5、6回で踏ん張れたらもう一気にソフトバンクペースっていうところになるんで、ここがポイント。だからね、このね、クライマックシリーズファーストのロッテ対ソフトバンク、この注目ポイントは、ソフトバンクの先発が抑えるか、もしくは、 ロッテの打線がその先発を打ち崩すか。ここにかかってる。抑えられたらソートバンク。こう打ち崩したらロッテ。このね、攻撃じゃないのかなっていうね、抑えてるうちにパンパンポンっていうね、この三森中村のこの協力ね、この対マリンね、対ロッテ戦の先生成がいいっていうところで怖さがあるんでね。まあそういったところでは佐々木分析になります。でもね、全体的な部で言えば、2勝1敗。 ひょっとしたら2勝0敗で乗ってかなっていうような感じがしますけども、皆さんどうですかコメント欄でお待ちしてます。それでは、エンジョイ、ベスト。ということで朝起きたらですね、日韓スポーツに佐々木朗希初戦先発予定っていうね、えー、ところが出てたので、これで、ね、佐々木西野のね、えー、先発になってくるね、えー、タイホークス、防御率1.13で4試合投げて3クオリティスタートの2勝0敗っていうところで、 これはかなりね、マリンズにとったら大平武器になるっていうところではね、まあ何イニング投げるかわかんないけどね、ひょっとしたら5イニングとかぐらいなのかなっていうところはわかんないけども、これもね、前半勝負としてね、そこでね、さっきも言ったようにね、えー、きちりね、えー、ホークス先発投手陣を打ち崩せるかどうかっていうところがね、ポイントになってくるんじゃないのかなっていうところを付け出しておきたいと思います。佐々木朗希、西白じゃないのかなと思います。